こんにちは、トライットです。今日は筋力トレーニングというところ、一応トライットもパーソナル指導で筋力トレーニングの、まあ、指導もね行うような形も取っていますので、この筋力トレーニングについても、少しね話をしていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。今日も3人で話を。そうですね、今日も先生、あ、お忙しいところ、いつもすみません。よろしくお願いします。まずストレッチっていうのも実はやり方次第では筋トレになりますよと、いうところ、まあ、微々たるものだけどね、微々たるものだけどストレッチも筋トレっていうような形になるかなっていう。ただやっぱり間違った理論とか考え方っていうのもいっぱいあるので、まあただ間違ったといっても個人差があるから、間違ったトレーニングでも合う人は合うんだよね。そこはやっぱり理解をして分からなきゃいけない。だから科学的に証明されているからその人に合うかっていうと全く違ったりとかするっていう、その個人差っていうのも、まあ、理解してもらった上で、少しね話を聞いてもらえるかなと思います。まあストレッチも今あまり目にしなくなったかもしれないけど、ドクターストレッチとかなんか世間あるでしょ。 あれが流行ってる理由もここなんだよね。痩せるっていうさ、ストレッチをすることで痩せたりとか、その体が改善したりとかっていうようなものがね、見込めたりするっていうところ。だからストレッチしながらちょっとこうなんか筋肉ついたみたいな感じがあるみたいなところも含めてね、あれはまあ パートナーでね2人1組でやってるようなものだから、まあ、ある意味押されてること自体が負荷がかかってるから、まあ、ちょっと ね、ちょっとだから筋トレチックなストレッチになってるものもあります。だから自分でやると、まあ、そんなにこうストレッチも一人でなんていうか、難しいところもあるんだけど、まあどうせストレッチやるんだったらペアとかでやるとより良いね、プラスアルファの効果っていうのが、まあ、見込まれるっていうのもあります。ただやっぱり間違ったね理論とかやり方とかっていうのもあるので、まあ、やり方は別にいいんだけど、そういう間違ったやり方をしてると怪我につながったりとかっていうことがあるので、まあ、この筋トレもね少し考えながらいろいろとやってほしいなと思います。でここでいろいろある理論の中で、過去に実感したトレーニングって何かありますかって、なんかそれを信じてやってたっていうトレーニングねありますか。じゃあ私は加圧式トレーニング。ああ加圧ね、加圧式、はい、加圧ベルトを持ってて加圧トレーニングは結構してました。加圧はねもう なんていうのすごい限られた空間、どんな空間でもできるっていうのがメリットがあって、まあぶっちゃけ言っちゃうと加圧トレーニング自体がその資格取るのに50万ぐらい、そうかかったりするんだよね、ライセンスを取るのにね。ね、そういう専門の機械とか買ってやんないと、ただ単になんかね腕のところに紐縛ってやるとかっていうのは基本的にはアウトだけど、まあ、ちゃんとしたねその理論にのっとってやるっていうのはありかもしれないね。だから血流を少しこう遮断したような感じでねやるっていう、だからそれが高負荷になるっていうさ、だから自家重で十分って言われるようなトレーニング方法っていうのは加圧だったりします。まあ、結構これはねやる人も多いね。特に六本木周辺とかね結構多いお店。ああいうちょっとお金持ちの人たちがやりたいっていう。結構アンチエイジングになるんですよね。そう、成長ホルモンがいっぱい出てくるので。具体的にどこを鍛えるとか。腕まあ大きい筋肉ですよね。私が加圧してたのは腕と肩とか足、だからまあ加圧してすごい軽い負荷でトレーニングする。だからまあある意味自重だ、自分の重さだけだったり、例えばマシン使うんであれば一番軽い重さでトレーニングするとかですかね。だからただやっぱり危険も伴うからあんまりこう推奨されてないっていうのもやっぱり現実としてはあるかなっていうところだね。確かに効果も出る人はものすごい出るけど、ただなんて言うんだろう、
自分のボディメンテナンスとかボディコントロールするぐらいの感覚でいた方がいいかな。だからそれをやることによってすごい筋肉がつくとかっていうわけじゃないから、うんうん、重いものが上がれないとかっていうわけじゃないから、うんうん、もうそういうボディメイクの、そうそう、ボディメイクとか、うん、なんかそういうようなね、うん、観点とか、まあ、あとはリハビリとかね、そういったようなところでも十分 ね、 リリね発揮していくような、うん、まあ、ものかなというところ、うん、なるほどね、うん、そうだ、幸福感にはなるけど重いものが上がるっていうのはまた違うから、それはやっぱり重いものを持ってトレーニングしないと、ね、やっぱりね、そこはね、あれなんだよね、うんうんうん、やっぱそうだよね、使う筋肉もまた違うよね、そうそうそう、持ち方とかにね、す、ね、るからね、うん、なんかある？俺はね、小学校の時から筋トレ実はやっててさ、うん、いや、それがもう原始的で、俺はもうもっぱら自重ですね、うん、プラスあと懸垂かな、うんうん、もう本当にそのお金もかからない、うん、昔って学校入れたじゃん、うん、小学校とか平気 で、うん、でうちの実家って小学校にすごい近いところがあって、へ、要するにグランドの遊具を全部使えるわけですよ、うん、もう鉄棒なんかいっぱいさ、うん、あるでしょ、うん、そこで懸垂だよね、うんうん、まあロッキーとかね、流行っててさ、それ見てさ、トレーニングの方法をさみんなでさ、うん、昔の VHS ビデオね、あれみんなで巻き戻してさ、うん、スタローンがどういうさトレーニングしてるかみんなでさ、小学校の時だよ、分析してさ、足これやろうぜっつってさ、うん、だから自重ですよ、ほとんど自重、うん、腕立てに腹筋に背筋、本当にオーソドックスな方のやつね、すごい、あと懸垂と、小学校の時からやっててさ、うん、すごい、いや、まあね、そこで実感したかどうかって、そりゃ当時はさ、うん、成長期だから ね、まあ、そうね、筋肉ついたよ、うんうん、っていうのがまあ根底にはありますかね、うんうん、理論というか自分たちがね、こうなんだろう、編み出してた、うん、それでまあ筋肉ついたなっていうトレーニング、うん、あとはね、実家にいた時はお母さんがちゃんとしっかりご飯、うん、ね、美味しいご飯作ってくれてたんで、うん、その食、うん、しっかり栄養バランスよく取れたかなっていう、うんうんうん、そうね、無意識のうちにね、うん、まあね、今の時代ないけど、小学校で雑巾で廊下拭くとか、うん、あれもいいトレーニングで、あ、そうです、そうです、うん、そうなんですよね、まあ、視点を変えればね、もういろんなさものがトレーニングになっちゃうからね、だからそれを習慣化に落とし込むってことだよね、雑巾がけだってさ、うん、もうさ、トレーニングだと思ってやるんじゃなくてさ、ね、うん、こうもうスッとね、うん、こうやってね、ね、それもある意味自重トレーニング、まあ、ね、うん、ある、じゃあ使用 ね、 いっぱいあるでしょ、私はいっぱいあるけど、まあ、過去に信じてたものとすれば、うん、まあ、フランスにサッカー留学してた時にマルセイユにね行ったんだけど、マルセイユの監督とかがよく言ってたのは超回復、当時流行ってた超回復、超回復ね、うん、その時そうだね、マルセイユの監督とかがよく言ってたかな、練習とか終わったら必ず昼寝しろとか、そういうことを言って、超回復がね今ブームだからみたいな、トレンドだからみたいなのでやってて、まあそれをね、中学生の時やってたかなっていうのはあるかなっていうね、情報が早いね、やっぱね、まあ、海外はね、超回復なんてここ最近日本で言われてたよね、そうだ、それよりも全然前の話だからね、海外でいた時だから、すごい、マルセイユっていいとこだな、しかも、うん、田舎町で ね、 ね、すごい綺麗なとこで、いいとこだね、いいな、いやー、それはいい経験だわ、まあ、そういうのも踏まえてね、ただまあ今ほら超回復とかは昔のね、その理論っていうのはちょっとね否定されつつあるけど、まあね、食事とかそういうのを兼ねてやるっていうのがね、まあ基本的な考え方かなというところになりますが、まあ最新のね、まあ、筋トレについても少し触れていきたいなと思いますが、トライトのブログにもね、この筋トレの仕方とか考え方っていうのはいろいろ書いてありますので、気になる人は見てほしいなっていうのはあります。まあ、特にスクワットなんかは、はい、今はね、考え方が全然変わっていて、うん、つま先より膝を前に出すなって言われてたのは、あれはもう嘘だからね。え？嘘？怪我の元なんだよね。だから無理な姿勢で筋トレをしちゃってるわけよ。だから腰痛をもういかもうすぐに腰痛を発症するようなトレーニングの仕方なわけ。だからスクワットやるときにベルト巻いてる人が多いっていうのはそういうことよね。ベルト巻いてやるっていうのは腰を痛めやすくするから。だから今はスクワットの考え方っていうのは違う。うん、へー、
なんか ただそれは普通のスポーツジムはこの研究知らないから、もう本当に1年去年ぐらい出た最新の論文だから、これずっと研究者、この研究者の間でスクワットはあれ間違ってるっていうのを言われ続けてて、やっと論文としてデータがまとまったのが去年出たわけ。なるほど。だからつま先よりも前に膝を出すなっていうのは、被験者は5人程度の実験だった。そのあれが、噂が世の中に広まっちゃって収集がつかなくなって浸透しちゃって、なるほど、まあ、確かに膝がつま先より出ないように意識すると腰に負担かかるなってすごい実感をしてて、うん、だからそれはもう間違い、じゃあ出ていいってこと、出ていい、ただその出ていいんだけど、そのどっちかっていうと今コントロールされてるのはバー、担いだバーと足の中心点、足の裏の中心点が下ろし、体を下ろした時にしゃがんだ時に垂直に結ばれる、直線に結ばれる点でストップするっていう。うーん、だからあの担ぐ位置によって首の根っこで根元で持ってる時と、これがハイバーって言われるポジションね、でローバーって言われる肩甲骨付近、ちょっと後ろに落とした肩甲骨付近で持つ位置だと違うんだよね。うーん、ハイバーとローバー、うん、大体その2つで負荷をかける時か、そう、あのしゃがむときにね、大体その位置で鍛える場所も若干だけど変わってくるっていう。あ、確かに。それが本来のスクワットのやり方っていうふうに、もう本当の最新のトレンド。これ動画にした方がいいんじゃない？今の。まあ、あの動画もそのうちね、あの、撮れるようになれば、そういったものもね、載せていくといいかもしれないけど、まあ、それはね、もう最新のトレンド。これ知らないでやってると本当に腰を痛めちゃう。だから元も子もないんだよね。痛めちゃうと。腰だからね。そうそうそう。一番大事なところだから。生命線だよね。腰を痛めないようにするためのトレーニング方法っていうので、今それがね。けどあれですよね。そのスクワットしてお尻を下げてきた時の重心点が足の裏だったらつま先にあるのか真ん中にあるのか、かかと側にあるのか。あ、それは俺も聞いたことあるな。そこも少しこう、あれ変えると全然違いますよね。まあ、効果は変わってくるかな。だからその膝が前より、つま先より前に出なくても、こうかかと側に体重重心があればある程度は可能。でもそれも 100% なんですよ。まあ、100%、だからあのバランスを崩しやすいような体勢を取るってことがそもそもダメだよね。後傾になってるわけだから、だから全部中心点を結んだ位置でこう前後左右こうされないようなポジションでやりなさいっていうことよね。だからそれで鍛えたいとこを変えたいから担いでる位置を変えるっていう、バーのポジションを変えてトレーニングしましょうっていう。だからこう後ろに行ったり前に行ったりとかすることで余計なところにこう負荷がかかって終わる可能性があるから、そういうのをなくすため、少なくしていくために、そういうリスクを少なくしていくために、そういうね、最新のトレンドっていうものができてくるっていう。だから確かにそのかけ方、前とか後ろとかって理論はわかるんだけど、ただそれはあくまでバランスを崩した時とかにどうなるかっていうのも考えておかないといけない。特にスクワットなんて補助を入るにしても、そんなに入れるわけじゃないから。けどぶっちゃけ、つま先、膝がつま先より前に出ない時って、出ないように膝を曲げろって言われたら、そこまで深くスクワットできないですよね。膝曲がっていかないですよね。そう、曲がっていかないけど曲げろって言うでしょ。ああ、そこね、そこの違いか。まあ、そこで膝が、例えば言い方でね、つま先より膝が前に出ないようにって言って、もっと深く曲げろって言わないで、じゃあそこでストップって言えばあり。まあ、ありっていうか、そこに意識を持ってかせる時点で間違いだよね。わかる。わかる。わかる。だから そこで体に無理が生じてるわけだから、そっちに行っちゃって。ポジションっていうか、重心がずれちゃってるから。まあ、確かに。だからそこはやっぱりね、考え方次第だけど、だそこに注意を払うっていうのが間違いかな。そっか。かそこが通ずるとこだよね。そう。その話一週間早く聞きたかった。つまりどこの筋肉にさ、効いてるかってことじゃない？まあそれもあるね。で、まあ最新のだから考え方だから、こういったものもね、
あの一応乗ってはいるし、まあ、もっと言えば一回つけた筋肉ってどのくらいで落ちてくのっていうのも、うん、やっぱ最新のね研究とかで出てたりするけど、やっぱり長く続けて身についた筋肉っていうのは落ちない、なかなか。だから寝たっきり、最悪こう入院して寝たっきりで 2,3 週間になっても、うん、あの落ちないっていうのが、長くトレーニングして培ってきた筋肉。ただもう短期で、短期集中型で、うん、バンバンこう夏休みのね、あの海に行くためにこう鍛えてるような人っていうのは、うん、やっぱ1週間とかで落ちる。なるほどね。だからそれこそ本当にすぐに筋肉がなくなっちゃう。そこでもう筋トレをやめたら、うん、そう。だからそう、ね、ある程度のスパン、1年とかそういうので筋肉をつけた人の筋肉っていうのは落ちにくいっていうね。うーん。なるほど。まあ、そういうのも最新の考え方が出てますね。あるし、なあの、なんか簡単に言えばさ、あの。意識、どこ鍛えられるか意識してさ、トレーニングしましょうってさ、うん、なんで言ってるかって考えたことない？だったらストレッチもそうだけど、ね、そこの部分がなんで伸びてるか意識しながらトレーニングしましょうって言われるでしょ、うん、でもそれさ、指導者の中でそれをちゃんと理由付けして説明できる指導者っていないんだよ。意識して、うん、その部分をね、意識しながらトレーニングしましょうって、うん、その理由までは言わないね。言わないでしょ、うん、多分理由も知らないんだよ、そういう人って。言われてるからなんとなく言ってやってる。ね、そういうのに尽きると思うんだけど。あの、実際には、ほら、筋肉って、ね、筋の束になって、筋原繊維っていうのが一番そこにあると。うん、で、簡単に言えば、筋原繊維に、うん、自分が指令を出して、うん、ね、この筋肉動かせって、うん、言った時に、その筋原繊維が何本動くかっていう話なんだよ。うん、だから同じような体つきでも、ね、重いものを持ち上げられる力持ちと、ね、全然、ね、持ち上げられない、ね、人も中にはいるかもしれない、うん、同じような体格で同じような体つきしてるのに差が出てくると。そこ何の違いかって、その筋肉の質の話だよね。だ、質のいい筋肉を鍛えるためには、はい、自分の意思で何本動かすことができるかって。だ、10本の筋原繊維でできている束があったとしたら、うん、その10本中、うん、自分の意識で何本動くかっていうのが、うん、筋肉の質の差。だ、10本中8本動く人もいれば、うん、10本中4本しか動かない人もいるかもしれない。うん、もう明らかだよね、うん、差は。うん、全部が動くってわけじゃないんだよね。そう、うん。ただこれはトレーニング段階で意識してやっていかないと身につかないわけ。ここの部分を動かしたいから、ここに力を入れると動くようになるなとか。でも、もっと言うと、動かすようにするためには意識してるだけじゃ意味ないんだよね。うん、これだから、あの、ね、難しい話で言うと、コンセントリックとか、アイソメトリックとか、うん、エキセントリックとか、うん、あの、伸ばし切ったり、曲げ切ったりとか、うん。で、そのね、あの、アイソメトリックって言われる中間姿勢の姿勢っていうのが大事なわけ。ここでポイントになってくるのが。うーん、簡単に伸ばし切るわけでもなく、うん、曲げ切るわけでもなく、うん、中間姿勢で負荷を外さない状態、そうにいるっていうのが大事で、もっと言うと、極端に言うと、うん、絶対に動かない壁を押したりとか、うん、絶対に持ち上がらないものを持ち上げてるような姿っていうのがアイソメトリックの姿勢なのよ。あ、一番力が入るポジション。昔あったな、うん、岩を、そう、大きな岩をこう止めてるような、うん、そういう、それって中間なんだよね、姿勢的に、うんうんうん、でその姿勢をマックスで力入れてる姿勢を作ることで意識して動く筋の数が変わってくるって言われてるわけ。だ、そういう風なトレーニングも導入しなきゃいけないわけ。マックスで力を入れてアイソメトリックの姿勢で維持するっていうこともトレーニングとして筋トレは入れていかないと、本当にいい筋肉っていうのは身についていかない。だいぶその今ので絵が絵っていう絵面っていうのかな、筋トレの絵面が変わるよね。今みたいなさ、そのトレーニングで本当に世に横行したらさ、みんなだってあの岩を押すような中間の姿勢でこうやるってわけでしょ。そう、だからどっちかっていうと、そういうのに理にかなってきてるような考え方っていうのがね、一回オールアウトの考え方が生まれるわけよ。そういう理論から派生していくと、一回オールアウトの理論でやるとそれも全部兼ねてるわけで、ま
あ、だから最新のトレンドでそういったものが世の中にこう出回ってるっていうのはそこから来てるわけね、うん、すごい考え方だねこれね、うん、ね、すごいですね、うん、すごいすごいですねこれね、うん、まあなんかそういうことも含めてね、あのいろいろと調べて自分に合うってことはまず大事、うん、今言ったことを必ずしもやんなきゃいけないかってそうじゃなくて、うん、でこういうのをやんなくても、うん、すごいいい筋肉を身につけられる人もいるし、うん、何も意識せずただ動かしてるだけだって、うんね、筋肉をつけることだってできるわけだし、まあ、それはやっぱりね、うん、この最新の研究とかそういったような以前の話で、うん、その人の持っている潜在的なポテンシャルの部分のところでの話だから、うん、なんか自分に合う合わない、うんうん、合う合わない、だから意識しないでもさ、うん、こういう経験ありませんか、意識 してないんだけどついちゃってるっていう、うん、ありましたね、俺もよくありましたよ、うん、だからもうそういう、うん、そういうのもだよね、うん、基本的にはね、だから全くほら効かせる部位をトレーニングしてるわけじゃないのにさ、うん、肩がね、うん、出ちゃったりとかさ、うん、あれ腕のトレーニングやってるのになんでこんなに肩がついてんだろうとかね、うん、自分でも自分のわからない、うんうん、トレーニングしてても今ので一つ例に挙げると腹筋運動なんか一番いい例だね、あうん、腹筋器具使って腹筋の筋トレやると、うん、足の大腿の部分が筋肉ついちゃうっていうね、うん、腹筋がつかないんだよっていうね、アブローラーとかも同じかな、アブローラーも科学的には否定はされてるね、あれね、あされてんの、うん、へえ、使ってるだからあの使うなポジションによってじゃない、うんうん、だから鍛えたい姿勢の位置で止まる、うん、だから例えば腹筋なんかは、うんどっからどこまでが腹筋使えてるかっていう話よね、うん、だからこの何もない姿勢のまんま後ろに倒れてってポジションをキープできる、うん、姿勢をキープできる位置っていうのが腹筋が使えてる範囲、逆に言うとそこを越えてパタンって後ろに地面に倒れちゃうとこっていうのは腹筋が使えないところ、うん、でも人は腹筋しようと思ってある程度起き上がるために何かしらの反動だったり他の力を使わなきゃいけない、うん、でもその力が強すぎるがために腹筋を本来使い始めなきゃいけないところを飛び越えて、うん、ポンってこう上がってきちゃうわけよ、うん、だから腹筋はなんとなく動いてるだけ、うん、その外部の他の筋肉でそう上がっちゃってるんだね、そうだからその使った筋肉が成長するっていうのはよくある話、なるほど、そういう風にしてたのかもね、うん、そうだから腕をね、うん、曲げる二頭筋とか鍛えるのに曲げていくっていう時も、うん、基本的に曲げる時に人間って楽をしたいから使える筋肉を使うわけよ、だただ単に直立した姿勢でダンベルを曲げてね持って曲げる、うん、腕を曲げるっていうことは背筋使ってる可能性が高いわけよ、うん、下から上に上げる時、うん、だから背中周りが鍛えられる、だからそういう場合に腕をちゃんと鍛えたい場合には腕を固定して地面につけるなりして腕だけで上げられるような動きでトレーニングしないと腕は筋肉ついていかない、鍛えられないね、うん、なるほど、外部の筋肉がついてるんだなそうだからがむしゃらにやるっていうのもいいか悪いかっていうところでね、バランスとしてそれを、うん、その動作として行うには理想なんだよ、うん、全部の使える筋肉を使ってトレーニングしてるわけだから、うん、だからよくトレーニングルームとかでさ、うん、すごいガタイの石とかさベンチプレスやるのにさ、はい、腰曲げて上げたりしてるわけでしょ、 あれは体全身を使った結果上がってるもの、うん、だ本来のベンチプレスで上がってる重さじゃないわけよ、うん、それはちゃんとした正しい姿勢で背中を丸めずに上げれば、うん、ベンチプレスで使う筋肉で上げてるって言えるけど、うん、背中を曲がったりとかしてるっていうのはね、使える筋肉を全部使って上げてるわけ、てんだな、だから本当のベンチプレスの重さじゃないわけ、いや深いね、深いです ね、 ね、今はねもちろんそういうガムシャラもさ分かるからさ、ただ そこまで今のね最新の情報までは細かく分からないけど、やっぱり幼少期はさ、俺もそういう風にさ、ね、鍛えてる部位とは別の全然関係ないところがついてるっていうのは、まあ、そういうことなんだね、そういうとこ、うん、だからまあそういうのを踏まえて考えてもらう、そういうのも全部ブログにねこれから載っけていきますので、はい、載っけていきますからね、そういうのもね踏まえて、まあ見方をねちょっと変えてトレーニングをやってもらえたらいいかなと思いますので、そうですね、まあ、今挙げたのは本当にね一例だから、ね、一例ですけど、うん、まだまだこの筋トレに関しては本当にいっぱい出てくるね、いっぱい出てくるね、うん、っていうのがありますので、まあここら辺もね気になれば
ちょっとね、あのアクセスしてもらって、はい、聞いてもらえればいいかなと思いますので、そうですね、はい、衝撃的終始今日はびっくりされてましたね、本当はい、まあ、ちょっとね長くなりましたが一旦ここで筋トレについてはまた第2弾第3弾と上げていければねいいかなとまたシリーズもので、はい、思いますので、今回はじゃあこれで、はい、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。